マラーティー語は、インドヨーロッパ語族のインドアーリア語派に属し、インド西部のマハーラーシュトラ州の公用語である。また、インド連邦レベルでも、憲法の第八不足に定められた22の指定言語の一つで、ある。この言語を話す人々は、マハーラーシュトラ州だけでなく、隣接するゴア州、グジャラート州、アーンドラプラデーシュ州などにも多数居住し、全体で、 9000万人ほどの言語使用者がいると算定されている。マラータ語、マラーター語とも呼ぶ。最も古いマラーティー語の記録は、カルナータカ州にあるジャイナ教神殿の大神像の足に彫られた文字だと考えられており、これは10世紀である。その後、優れた詩人が輩出し、民族の信仰の詩をこの言葉で歌ったため、言葉として宣伝された。しかし、14世紀には、 イスラーム教を報じるをするターンアサが西インドで成立し、ペルシア語、アラビア語の語彙が多数、マラーティー語中に混入した。17世紀中高洋、チャトラパティシバージーによって、マラーター王国が築かれると、出ンするターンアサに対する戦いと、マラーティー語を民族の言葉として重視する民衆運動が起こった。 やがて王国の首都近郊の言葉を中心にマラーティー語の標準語化が起こった。マラーティー語の母音は IUEO の6種類のみであり、これはインドアーリア語派の言語としては少ない方に入る。母音の長短は区別されず、歴史的な i お及び UU の区別は消滅した。ビ母音は音音的には存在しない。サンスクリットからの借用語では、 摩擦音の前のアヌスバーラが W と発音される。シーンでは TS、DZDZ と TDD を区別する。TS が存在しないのは歴史的に S に合流したためである。DZ も実際には Z と発音されることが多い。マラーティー語には破裂音、破殺音以外の多くの音にも優勢帯気音がある。マラーティー語には V、 はなく、代わりに、w がある。マラーティー語は、文法構造において、ヒンディー語。現在、マラーティー語は、ヒンディー語と同様に、デイバナーガリー文字で記述される。マラーティー語では、バルボード文字の意と呼ばれる。デイバナーガリーによる表記では、音声と綴りの間に、ズレがある。デイバナーガリーには、マラーティー語にない音の区別があり、それらは、聖書法が、 歴史的な語源によって決められる。逆に、マラーティ語には、デイバナーガディーでは表せない音の区別があり、それらは区別されずに、同じ文字で書かれる。アヌスバーラは、多くの場合には、歴史的な意味しかなく、実際には発音されない。のためには、の文字を使用する。英語の借用語に出現する、は、と書かれる。にー、ま、ろ、ら、わはそれぞれと書かれる。 R に死ンが続くときに2種類の表記方法がある。以下の表の本字では、音節の区切りを、で表す。ヒンディー語とは、聖書法の細かい点で違いがあり、例えば高知詩は、ヒンディー語では分けて書かれるが、マラーティー語では、前の単語に続け書きする。 デーバナーガリーの他に草書として考案されたモーディー文字があり、1950年代までマラーティー語の文献の多くはモーディー文字で書かれていた。主に手書きで使われ、大規模な印刷の出現とともに使われなくなっている。かつてはカンナダ文字でも書かれた。ペルシャ文字ベースの表記も裁判所の文書で使用されていた。マハーラーシュトラ州にはマハールと呼ばれる。 不可食民のカーストが存在する。インドにおけるカーストの問題、とりわけ不可食カーストとして差別され、抑圧された人々の問題に最も敏感であり、活発な差別反対運動を行ったのがこのマハールの人々であった。マハーラーシュトラの名は、一般的にはマハー、ラーシュトラの意味であると考えられるが、一説ではマハールの国を意味するともされる。 これは19世紀スコットランドの宣教師である、ジョン・ウィルソンの説であるが、インドの社会運動家の間で支持された。マラーティー語を使って記された、ハンカースト差別の詩や小説は、インドの近代界の運動として、現在も進行しつつある、解放運動の大きな部分を成している。インド文学研究者の石田秀明によって、基礎マラーティー語をはじめ、 教材が何冊か出版されており、数多くあるインドの諸言語と比較すると、学習環境は決して恵まれているとは言えないが、学習手段はある。辞典は今現在出版されていない。英語、ありがとうございます。